委員長。はい、五十嵐君。おはようございます、栃木2区自由民主党の五十嵐清でございます。冒頭、一日も早くウクライナに平和が訪れるよう心からご祈念を申し上げます。法案に関する質疑の前に、昨日の本会議において大臣からウクライナからの避難民の方々に対する支援に力を尽くす旨ご答弁がありました。そこで法務省、特に在留資格制度などを所管する入管庁がこの問題において具体的にどのように取り組んでいくのか確認をさせていただきます。出入国在留管理庁、西山次長。政府においては困難に直面するウクライナの人々のための支援に力を尽くし、我が国への避難民の受け入れを進めていく方針であると承知をいたしております。これにつきまして、法務大臣からは当庁に対し、関係省庁と連携の上、早急に検討し、積極的かつ適切に対応すべきであり、必要な対応を取るよう指示をいただいたところでございます。今後政府全体での検討を踏まえ、適切に対処してまいりたいと考えております。五十嵐君。先の委員会でも他の議員からも要望指摘があったところでありますので、しっかりと関係省庁と連携をして、できるだけ迅速に方針を明確にしていただいて、ぜひウクライナからの難民の方々に寄り添う、そして受け入れる、そういうことでの国際貢献、ぜひ発揮をしていただきたいと思います。それでは法案の質疑に移ります。裁判官育休法改正が成立をしますれば、今後育休を取得する男性裁判官がさらに増えることが予想されます。しかし育休は子どもを授かった際に取得するという不定期なものでありまして、十分な時間的余裕を持って計画的に取得できる性質のものではないと考えております。当然ながらスムーズな引き継ぎも必要となってきます。そこで今回、判事法を40人減員することとしておりますが、裁判官の育休の取得に対して、具体的にどのように対応を考えているのか、最高裁に伺います。最高裁判所、小野寺総務局長。お答えいたします。裁判官が育休を取得した場合でありましても、全国的規模の移動、所属裁判所内での配置替え、事件配点の変更、継続事件の配点替えなどの措置を講ずることで、裁判等の事務に支障が生じないよう対応しておりますほか、各庁で裁判官を配置するにあたりましては、こうした事情も総合考慮して配置を行っているところであります。今回の判事法40人の減員につきましては、人員の状況のほか、育休取得等の観点も考慮に入れました上で、減員しても将来の事件処理に支障を生じさせない範囲であるというふうに考えておりまして、今後も引き続き裁判官の育休取得に対しても適切な対応を行っていくことができるものと考えております。委員長。五十嵐君。ただいまの答弁では、全国的規模の移動というものも視野に入れているということですけれども、私が裁判官のお仕事の内容をつぶさに理解をしていないこともあるかもしれませんが、全国的な移動も含めてですね、裁判所内の移動や配置替え、あるいは担当替えでスムーズに仕事を引き継ぐということでありますけれども、これ口で言うほど簡単ではないのかなって私なりに感じております。ぜひ育休取得に向けてですね、しっかりと制度が効率効果的に運用されますように、十分な準備をしていただいて、男性裁判官をはじめ、裁判所職員がより多く育休が取得できるように引き続きのご尽力をお願いをさせていただきます。次の質問に移ります。今回の定員法改正では、事件処理の支援のための体制強化等のため、裁判官、事務官39人を増員するとのことですが、今後、今国会に民事訴訟法改正案が提出予定でもあり、さらに法務省では刑事訴訟法の改正も検討していると承知をしております。
デジタル化の推進のためには計画的な人員配置が必要だと考えますが、今後の見通しについて最高裁にお伺いいたします。小野寺総務局長。委員からご指摘いただきましたとおり、裁判所におきましては民事訴訟手続きをはじめといたしまして、裁判手続き等のデジタル化に裁判所を挙げて推進をしているところであります。今回の改正におきましては、裁判手続き等のデジタル化の検討準備等を含む事件処理支援のために裁判所事務官の増員をお願いしているところでございます。具体的には今ご指摘をいただきました民事訴訟法や刑事訴訟法の改正を含む現状におけるデジタル化のスケジュールを踏まえまして、検討の中心的役割を担っております最高裁事務総局に増員を行い、下級裁に適切なサポートを行うことにより裁判所全体の体制を整えることとしたものであります。今後も具体的なシステムの内容、これに基づく事務の在り方につきての検討が必要になってくるところであります。専門人材の登用を含めまして、引き続き必要な人的体制の整備を図っていきたいというふうに考えております。委員長、五十嵐君。ただいまのご説明を聞きまして、今後のデジタル化の進展しっかり踏まえた上での今回の増員ということであります。これから、国内のいろいろなさまざまな分野でデジタル人材の争奪戦ということも予想がされると思います。また、司法を取り扱うという現場でですね、その法的ないろいろな知識を持ち、なおかつデジタル分野のことにも詳しい方をしっかりと登用するだけではなくて、当然組織の中で人材を育成していく、このような視点、あるいはこのような体制も今後必要になってくると思います。しっかりとその体制を整えることで、下級裁にもサポートを手厚くできるような形で、今後しっかりと法務省、あるいは裁判所内でのデジタル化が進展をするように要望させていただいて、次の質問に移らせていただきます。次に放送の質の検証状況についてお伺いいたします。当委員会では昨年の定員法改正案の審査において放送志望者の減少が放送の質に及ぼす影響について必要な分析を行い、その結果を国会に示すことを要望する付帯決議を行いました。これを踏まえ法務省において放送の質に関する検証が行われたと承知しておりますが、その検証結果についてご説明をお願いいたします。法務省竹内司法法制部長。お答えいたします。放送の質の検証結果でございますが、委員ご指摘の付帯決議に基づきまして今般法務省において調査分析を行い、放送要請制度改革連絡協議会において了承をいただいた上、本年3月3日法務省ホームページにアップロードして公表をしたものでございます。今回実施した調査では法的支援等が必要とされている主要な分野における放送、特に弁護士の活動内容に着目をいたしまして、それぞれの分野に具体的にどのようなニーズがあり、そのニーズに対し放送がどのような活動をし、その活動が利用者や関係者からどのように評価されているかという観点から調査分析をし、放送の質に関する検証を行ったものでございます。具体的には民事訴訟、法律相談、企業法務、児童福祉、高齢者福祉等、そして教育行政の6つの分野を取り上げまして、既存の調査結果を収集分析したほか、法務省において利用者等に対するアンケート調査やヒアリング調査を実施いたしました。その結果でございますが、本調査におきましてはいずれの分野におきましても放送の活動等に対して満足しているとか期待した効果が得られたなどとする利用者等の声が多く、
また若手放送一般の資質能力やその活動の質についても他の放送と比較して劣っているなどとする指摘は認められなかったものでございます。委員長、五十嵐君。今検証結果概要が説明をされましたけれども、おおむねこうプラスポジティブなそんな反応があったということですけれども、ただいまの説明にあった放送の質に関する検証結果についてですね、ここで法務大臣はそれをどのように受け止めておられるのか、また放送の質の向上のために今後どのような取り組みを考えているのか、大臣の決意も含めてお答えをいただきたいと思います。委員長。古川法務大臣。お答えいたします。ただいま委員からのご質問は、今回この行われた検証結果への受け止めと、それから決意ということだったかと思いますが、その検証につきましては、ただいま司法法制部長からこのお答えをさせていただいたとおりなのでございますけれども、この私の受け止めということでございますが、この現在の放送要請制度はですね、司法制度改革の一環として創設されたものであります。でその中で、その方向性を示した審議会意見書におきましてはですね、放送が国民の置かれた具体的な生活状況ないしニーズに即した法的サービスを提供することを求められているわけです。その審議会意見書の中ではですね。でこれを踏まえて今回の調査では、利用者等の評価という観点から、その観点から検証をしたものであります。でこの調査におきましては、今お話がありましたとおり、利用者等からはですね、現在の放送の活動等に対して高い評価を得られていること、あるいは多くの分野において放送とのさらなる連携を求める声などが確認されております。これは、審議会の意見書が求めておりました、法的サービスを適切に提供することのできる放送が確実に育っているということを示す検証結果であったというふうに受け止めています。法務省としましては、今回の調査結果を関係機関等と広く共有した上で、より多くの優位な人材が放送を志望するよう、国民に向けた情報発信も積極的に行って、質、量ともに豊かな放送の要請確保に向けた取り組みをしっかりと進めていきたいというふうに考えております。五十嵐君。大臣から決意をお聞きできましたので、安心をしたところであります。国民の中にはやはり放送の質についてはですね、いまだにこう疑問を呈するようなそんな雰囲気もあるやに聞いておりますけれども、やはり時代とともに放送に求められているニーズというのは明らかに変わってきております。これ一律にこう放送の質というのを評価するというのは大変難しいことであろうと思ったんですけれども、今回のアンケート調査は非常にこう上手にやっていただいて、うまく国民の利用者がどんなふうに今の放送を感じているのかというのが引き出せて、いいアンケート手法だったなというふうに思っています。これをしっかりと分析をした上でですね、これからの放送の質の向上に向けては引き続きご尽力をいただきたいと思うんですが、大臣もご指摘いただいているこれまで の放送の活躍する場所というのは、やはり民事訴訟であったり、あるいは法律相談、そして企業活動がメインであったというふうに私は理解しておりますけれども、これからはやはり児童福祉の分野、高齢者福祉の分野、そして教育行政において、法律専門家と行政、あるいは民間が連携をしていくことで、今の課題解決につなげていく部分があると思います。今も取り組みは進められておりますけれども、まだそのノウハウの蓄積にまでは至ってないと思いますので、引き続き大臣を先頭に、放送の質の向上に向けて、ご尽力を賜りますよう、お願いを申し上げて、私のすべての質問を終わります。ありがとうございました。次に福重隆博君。
委員長。吉重君。